んにちは、国重コーチです。今日の企画は未来モンスター密着、イエーイ。この子をね、紹介するときは来ましたよ。自チームの子だけど、本当に未来モンスター。一週間後にスペインに行くので、で、スペインに行ってバルセロナとかエスパニョールとか、スペインの名門クラブと対戦してきます。で、スペインに行く理由も、ちゃんと日本選抜メンバーに選ばれて、スペインに行くことは決まりました。その子は、プレー自体はね、目立ったことをする選手ではありません。さあ、みんなが期待してる未来モンスターっていうのはさ、やっぱり派手なドリブルだったりさ、なんか派手なシュートとかさ、身長がめちゃくちゃ高いとか足が速いとか、そういうことやっぱ結構目立ってくるやん。そういう子もね、もちろん日本サッカーの宝かもしれんけど、じゃなくてやっぱサッカーは頭で始まって足で終わるスポーツと思っとるから、賢い選手をね、今日はね紹介していきたいと思います。ハヤトムバッペが来た。ではハヤトの方にコーチからインタビュー形式で聞いていきたいなと思います。じゃあまずハヤトのプレースタイル教えてください。周りを見てフリーな人にパスを出す、背立ちとかワンタッチ。この年代、小学4年生とかすごいね、見てほしいからみんなに派手なことをしたがる。例えばドリブルで1人2人3人抜きに行ったりじゃなくて、ハヤトの場合はやっぱりサッカーというものを、どうやったら効率よく相手ゴールに点を決めれるかっていうのを逆算してね、ちゃんとフリーマンを探してそこを見つけてポジショニング取ってボールをさばいてチームのビルドアップを助けてくれる役割をやってくれてます。で、守備に関しても多分頭使ってハヤトはやりようと思うんやけど、守備になったらどういうことを意識しとる？みんなが下がってくるので下がりながら、コーチはいつも見てて思うのが、攻守の切り替えの時にボールを失ったらすぐチームとしてはボールを取り返したい。ハヤトはボールを取られることを予測して、次パスがどこに出てくるか、相手が何がしたいのかをしっかり観察してからすぐにね相手を潰しに行く。だからチームとしてねボールを持つことができてると思います。ハヤトが言ったようにカウンターを受ける場面ではね突っ込まずにね、味方が帰ってくる時間をしっかり作って数的不利から数的同数数的優位を作る守備をやってるというところです。これをね普通なかなか答えれんやんね、佐々木コーチ。うん、日頃からすごくね頭を使ってプレーをする選手の一人です。あと1週間後に、まあ、日本を代表してスペインで行われるミックっていう大会に出ていくんですけど、その大会でなんとグループリーグからバルセロナもしくはエスパニョールのどちらかと試合をする予定になってます。ハヤトの意気込み、今の気持ち、どういう気持ち？どれぐらい強いか戦ってみたいか。今の自分のプレーでうまくいくともいかんと思う。同じぐらいかな。いいね。もう逆にコーチはね、スペイン人ってやっぱさ、サッカー IQ が高いって言われるんよね。でも賢い選手が多いって言われるんやけど、いやいや、待て待てと。日本人でもこんだけね、サッカーを賢くできるんだっていうのをね、ハヤトがね、日本を代表してね、スペイン人相手にね、見せてほしいなと思ってます。ハヤトの本当考える力が本当にすごいなと思ってるよね。サッカーはもちろん考えてするスポーツやん。もうハヤト 1,2 年生の時くらいからさ、ここの能力はさズバ抜けとったわけよ。今何をしたら一番ね可能性が高いのかっていうのを一番ねいいプレーをね選びようように見えるよね。昔から日頃からこう練習中もそうやし、どういうことを意識して取り組んでるのかなと思って教えてください。集中して練習に取り組んで、まさに本当その通りで、コーチが話してる時にねすごいハヤトからの視線がもう目力が半端ない、ハヤトからのすごいコーチたちの話を一生懸命聞いてくれてるなっていう印象がすごくあります。指導させていただいてる身としてはすごくね嬉しいし、実際にコーチが伝えたことをねすぐに実践してやってみるっていうのがもう習慣化されてるので、本当にねコーチのハヤトに関してはもうピッチ上の監督だと思ってます。だから本当派手なプレーはないよねハヤトね。だからはっきり言ってサッカーはねわからない人がハヤトのプレーを見ても何がいいかわからないかもしれないです。でもサッカー知ってる人がハヤトのプレーを見たらね大絶賛してくれるかなと思います。以前ねプロを見てる代理人の方がうちの練習を見に来てくれて、あの子いいねって言ってくれたのがハヤトで、ハヤトのことを絶対あの子将来サッカー選手になるよ、今のうちからあの代理人つかせてくれみたいな、そんな話も実はね前いただいたこともあって、そのくらい見る目がある人が見たら評価をしていただける選手ですね、ハヤト。うん、だから自信持って今後も頑張ってください。嬉しそう。中学生の練習見に来たのにハヤトに釘付けやったっけね。最後にハヤトが普段練習以外、チームの練習以外でなんか頑張ってることとかあれば教えてもらえたらなと思います。ボールタッチがそんなできんし、ボールタッチとかしたり、リフティングもできんし、リフティングタッチもしそうなんです。ハヤトねリフティングができないんですよ。リフティングがこんなにできない選手がサッカーがこんなにうまいかっていう、多分よくね議論になると思うんですよね。あのリフティングやればサッカーうまくなるうまくならないみたいな、
はっきり断言するんですけど、リフティングはサッカーが上手い上手くないは全く関係ないです、はっきり言って。もうそれもハヤトがね証明してくれました。でも日本選抜選ばれて今度スペイン行くし、ピッチ上の監督ってコーチが思ってるぐらい、あのボールタッチが上手い選手とかじゃなくて、ドリブルが上手いとか、なんか身長が高いとか足が速いとかじゃなくて、もうサッカーそもそもが上手い、要はもうプロサッカー選手がやってることと同じレベルで、サッカーを体現できる選手なので、もうリフティングとサッカーの上手さが比例しないというのはね、もうハヤトはね証明してくれたと思ってます。めっちゃ褒めたね今、うん、今日の練習の意気込みを教えてください。サッカー中集中して頑張りたいです。いいね。1、2、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 1、
るよ。みんな隠れどうぞ。後ろのボール取って隼人、今日の練習はどうやった？初めに言ったことができた。うん、特に真ん中しながらさ、センターバックとセンターバックの間にさ落ちたりしょったやん、うん、あれはどうして？マンツーマンになって、うん、だんだん前に進めなくなったけ落ちて、うん、数的有利を作ってビルドアップできるようにした。おお、素晴らしいね。さすがやね。 OK、 ありがとう隼人。隼人のお母さんに来てもらいました。2つ質問をさせていただきます。まず1つ目が、ハヤトが小さい時どんな子供だったのか教えてもらえたら嬉しいです。おとなしくて運動神経もさほど良くなくて、はいはい、お遊戯会とかでも全く踊らずにただ立っている、そういうぐらいおとなしい子でした。2つ目の質問で、はい、どのようにお母さんが意識して子育てをしてきたのか。とりあえず家族でおる時間っていうのは大事にしたくて、はい、休みの日は一緒に外で遊ぶとか、そういうのは心がけてだけど、家族大事に思ってほしいなっていう、そういう感じでは接してきたと思います。考えるっていうのがちょっとハヤトの特徴でもあるかなと思うんですよね。話聞いてくれるし、考えてプレイしてくれるんで、なんかそうなったのはなぜかなと思ってですね。そうなったのはもう絶対的に、サッカー好きになったことと、そのコースたちの声かけが多分この人にグッときたコースたちの声かけらしいです。嬉しい、ありがとうございます。それはすごく嬉しいです。私もありがとうございます。また1週間もスペイン留学なので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。